ですね、気になっている方はもう奥様もお子様もいるので、その方のことを結構やっぱり気に最近気になってしまうんですね。やっぱり理想の方ってなると、その方がやっぱ今も関連してしまうんですけど、今までの人がいいなっていう人とまた違うので、ちょっと体格が良くて少し体重が重い人なので、その辺はちょっとどうしようかなっていうか、その理想と今までの理想だとやっぱ細い方とかっていうのがあるんですけど、イメージでその人のことばかり考えてると、その体格のいい人が現れちゃうのかなとか、そういうのが心配ですね。でもその体格のいいのがあまり好きじゃなかったら、その方の内面性を今みたいに書き出していって、はい、外見はどんな風になるのっていうのをイメージしていくと、その方よりももっといい方が自分の中でイメージできてくると。過去に出会ったどんなにすごい人よりもはるかにすごい人がですね、やってきますんで、だから過去の未練は全部捨てるみたいな感じ。これが何しろ自分をものすごく幸せにしてくれて、自分も相手のことがずっと大好きでいれるような、そういったパートナーっていうのをイメージしていくと、それが来ますんで、その人が。その今の素敵な方って自分はどんなところがいいなって思ってるのかなっていうのをたくさん書き出していくんですね。話し方だったりとか仕草だったりとか、いろいろあると思うんですけど、声のトーンとか間とかいろいろあると思うんですよ。その何が自分がその人が素敵だなって思ってるんだろうっていうのをたくさん書き出していって、で、先ほども言ったように、じゃあ外見が生まれて太ってる人嫌いなんだけどっていう人には、じゃあどれくらい の細さだったらいいんだろうとか、太っててもどれくらいまでだったら自分はこう許せるかなとかで、出会った時に太っていたとしても痩せてくれるとか、そういったこう思いっきり完璧な状態じゃなくても、出会っていろんな話し合いをしていって、その人が自分のことをたくさん受け入れてくれて努力をしてくれるっていうようなことも入れておくと、お互いに成長がまた始まってやられて、そういうのも入れておくと、役に立つというか、いいかなという感じで、たくさんその今日やった内容のことをやっていけばやっていくほど、理想像がどんどん固まってきてとか、より詳細になってきてとかしていきますので、先ほどの K さんももういちいち項目数えてないから分かんないけど、多分300ぐらいになってると思うとかって言ってるんですよ。だからいろんなシチュエーションでイメージしてみるといい。朝起きてから仕事するんだったら、一日どんな風に仕事をして帰ってきた時、どんな風にその彼が家に戻ってきた時、どんな機嫌だったらいいのとか、食事はどんな風に2人で食べてて楽しいんだろうかとか、で、休日はどんな風に過ごしていたら、こう先ほど一人でいるのが人と過ごすのはなんかあまり好きじゃないって言ってましたけど、その彼がいても心穏やかで楽しいと思えるとしたら、どんな感想彼だったら私はその彼と一緒にいたいかなっていうのをイメージしながら書きました。そうするといっぱいの条件が出てきますので、やっぱり一人でいたいっていうのは人に気を使いすぎちゃったりとかするかなと思うんですよね。相手が言ったことに対して過剰に反応しちゃうとかっていうことだと思うので、自分がこうその相棒までいてもこう相手もリラックスしていて、自分も心地よい状態ってどんな関係性なんだろうっていうのをまたイメージして、自分がこういうふうな態度を取って
こういう反応してくれたら嬉しいなとか、そういうところをね、細かく書き出してイメージしていくと、あ、こういう人とだったら、まあ、結婚したいな、してもいいかなっていうのが、だんだん自分の中でこうなんかはっきりしていくものがあるところがあって、そういう感じでたくさんイメージしてます。そうすると前の旦那さんと、まあ、比較してもいいんですけど、旦那さんのどういったところが窮屈になったんだろう、場所で、それを裏返ししていけば理想像がまた見えやすくなってくるし、そしてあの100項目っていうのを簡単にザーッとね、きます。いろんなシチュエーションでやってみようと、デートした時にどんなところに行った時にどんな反応をしてくれる人が、やっぱり人それぞれじゃないですか、反応の人、一緒にディズニーランドに行った時にちゃんとはしゃいでくれる人の方がいいのかで、なんか冷めてるじゃなくってとか、そういうところもイメージしてみると、結構こういう人だったら、それはレッスンをしても楽しいだろうなっていう感じ、それ